とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリー、いい感じのところが出てます。レッドストーン鉱山のデイリー3。久しぶり見たね。HP75% 減少です。ここに行きたいと思います。装備ですけども、ちょっとこれでやっていく。英雄のアーマーの無防です。75% 減って、さらにそこから無防で HP を減らしていきます。いけるかな？行ってみましょう。それでは行きますね。アーティファクトは羽、パワーシェイカー、キノコできてます。75% 減って、無防だからどれぐらい？固まるなって。危ねえ。これ HP どんぐらいなのよ、実際のところ。相当低いとは思うけど、うわー、ちょっと待って。あのね、キャプテンやめよう。うん。キャプテンは、無理だもん。取ってしまうと、まあ、無理ゲーになるだろうから、キャプテンはやめよう。うん。多分キャプテン倒しちゃうとクリアできない、間違いなく。ぬるいね、転向点だったらいけるかもしれないけど、ぬるくなかったらちょっと厳しいもんな。倒すだけ倒す。いや、きついって、これきついって。なんだここ、帯電がついてたんか。ひどいひどい。いや、いる。むちゃくちゃいる。待て、無理。トゲがいるじゃん。トゲがいたら無理よ。耐えれない。オッケー、あそこはちょっと見なかったことにしましょう。よし。ここのね、敵が多いゾーンすらちょっと難しい。だから、もうひどい。若干運が絡んだりするじゃん、これ。敵のね、エンチャントとか。いや、これきついぞ。待て。固まるな。OK、矢はね、もう結構ある。だから結構大丈夫ですけどね。問題は、この次の敵が集まってるゾーンよ。あそこ行けるか？おーい、この霊気きついな。よし、うわ、ちょっと待って、無理。振りが遅すぎて、とてもじゃないけど戦えない。あ、オッケー。もうここはもうこういう戦い方をするしかないよ。当たらんのかい。オッケー、よし。リンゴ食べただけでゴリゴリ回復するんで、これ HP 相当低い。それでわかるわ。いや、待て。オッケー、いいね。よし、いいんじゃない。よし、もうよし。いけてる。こう狭いとこきついって。OK。いいんじゃないですか。やばい、気がする。危ない。よし。デスバーターも発動しとるね。OK。デスバーター発動してる。一回やられても OK。よし、で、来た。ここが多分難しいんだわ。よし。でも行く。待て。これきついぞ。あー、しゃべれ。スライム絶対きつかった。
よし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 、いいんじゃない。 OK、 突っ込め。よし、こっからか。確実にポーションバリアを入れていけ。やりに来とるぞこいつら。あ、待って待って、エンチャンター無理、エンチャンター無理です。 OK 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 OK、 ちょっとこっち近寄らせて倒そう。よし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 、ちょっと待って、エンチャンター無理だって。エンチャントされてるやつは当たんない。もうちょっとこっち来い。無理か、あぶね、あぶね、あそこ倒そう。よし、オッケー。いた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 、もう嘘、もうちょっと待って、トロッコの攻撃で、攻撃っていうかトロッコぶつかってデスバーターなくなるのきついわ。それはないわ。よし、オッケーオッケーオッケー。ちょっと待てよ、オッケー。これ、うん、ちょっと待って、何トゲだな、絶対トゲでしょ今の。ほらほら、トゲトゲトゲ、やめてよな。ここ危ない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 、めちゃくちゃ危ない。あぶね、激怒ついてるからよかった。よし、 OK、 よっしゃ、 OK、 危ない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 、逃げろ逃げろ。よし、あー固まるなって、やばいやばいやばい、やつらが結構いる。よし、あ危ない、抜けろ抜けろ抜けろ。よし、待って待って待って、これあーやばい。よし、危ない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 。よし、オッケー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 。ボス来た、まあ、ボスは全然余裕よ、ボスは余裕。よし、いやいやいや、とんでもない火力しとるな、とんでもない火力しとる。ちょっと地雷を踏むミスをしたくないので消えるまで待ちます。でこのままクリアしてもいいけど、俺は倒してから行く。よし、オッケー、クリアできました。きついね、きついよ。はい、ということで今日は 75% HP 減少のクエストを無謀をつけていってみました。ね、まあまあデスバーター役には立ったんだけども、サプライズギフトの方がやっぱりいいな。デスバーターそこまで発動しないしね、サプライズで、影のブリューを出していった方が安定したかもしれません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。